独立行政法人中小企業基盤整備機構は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の定めるところにより、2004年7月に設立された独立行政法人である。略称は、中小機構。中小機構は、中小企業総合事業団、地域振興整備公団及び、産業基盤整備基金の3つの特殊法人を統合し、設立された。 事業内容は、中小企業やベンチャー企業等の事業者への助言や、研修、中小企業者向けの高度化融資、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業総合展の開催、中小企業大学校の運営等を通じて、中小企業者等の事業活動の活性化のための基盤整備を行うことにある。なお、 中小機構に統合されなかった3つの特殊法人の、中小企業信用保険部門は株式会社日本、政策金融広告に、地方都市開発整備等業務は、独立行政法人都市再生機構に、省エネ、支援法関係業務は、国立研究開発法人新エネルギー、産業技術総合開発機構にそれぞれ統合されている。全国の中小企業や小規模事業者、 企業に関心のある人のために、新ビジネス創出のための学び、実践、気づきが得られるワークショップ、講座、イベントなどの自己啓発の場として、東京商工会議所に隣接する丸の内に長目ビルにチップ S を設けている。AB 役員、中小機構、2020年7月29日閲覧。ありがとうございます。